ひとつさびですね。それではまあ。楽しんでますか？落ちたんですよ。落ちて全部受かるなんて思ってなかったけど、思ったよりも落ちて、で、まあ、嬉しかったわけですよ。で、まあでも自分が落ちたのが悔しいのもあるんですけど、俺は何が悔しいかっていうと、やっぱりずっと、まあ3年間、一緒にやってきた4年生が最後浜祭の舞台に立てないっていう人が何人かいて、みんな分かんないかもしれないけど、まあ、代表の俺とかを陰で話聞いてくれたり、なんか帰りに、まあ、話聞くの上手じゃなくてもなんかたい焼き買ってくれたり、そういう先輩、いい先輩ばっかりでかっこいいんですよ、先輩俺らの。なんか音響はやっぱりバンドだけやればいいみたいなサークルにしたくなくて、それは俺がついてきた、俺らが4年生がついてきたものだと思うし、もちろん浜祭は俺らが運営してるものじゃないから、自分たちが自信あるバンドに応募していいと思うけど、やっぱり、浜祭は1年に1回で4年生の最後の姿、かっこいい姿見てほしいっていうのがやっぱり一番の思いで、もちろんみんな出たいバンドもあると思うけど、それはみんなが3年生、4年生になって、俺ら卒業して、僕たちもこの3年生、4年生になって、こんなにできるようになったんだよって見せるみたいな、そういうイメージがあって、まあ、全部が全部別に、申し込むなって言ってるわけじゃないし、浜祭委員会も一生懸命選んでくれた結果で、浜祭委員は別に俺らの歴史とかなんかないかって知るわけじゃないし、だから誰も悪くないんだけど。そういうなんか一人一人の意識のつながりみたいなのがあると、なんかサークルとしていいものになっていくかなと思います。このままだとなんかどんどんちょっとギスギスした感じになって、うまいやつが残るみたいなサークルになっちゃないかなっていう心配があって、まあ、でもなんかこんなこと3年生の俺が言うと、なんか来年お前が出たいだけだろうみたいな思われちゃうかもしれないんですけど、まあ、まあそうなのかもしれないですけどまあでもそれでもこのバンドは自信あるんだっていうやつはどんどん見たいし、応募してもらって構わないし、まあその上で俺は来年一番かっこいいライブしようと思ってるし、まあでもそういうのを頭に一人一人が入れてくれれば、なんかもう少し楽しいライブできるんじゃないかなって思います。まあそんな感じです。なんか長いことはみんないろんな先輩ともっと話してみてください。ごめんなさい。ありがとうございました。